こんにちは、りんどんチャンネルです。久しぶりでございます。ちょっとここ5日間ぐらい動画を休んでしまってすいませんでした。今日はですね、もう巨人もね、オープン戦が、まあオープン戦というか練習試合かが始まったそうなのでね、まあ田口選手がね、今日のニュースで、トレードでね、移籍してしまいましたね。まあ広岡選手と交換ですね。まあトレードなんで広岡選手はどうすかね、まあ活躍してくれればいいんですけど、まあそんな感じですね。まあそれはいいとして、じゃあちょっとね、今日はですね、練習試合のここ最近の結果をちょっと振り返っていこうかなって感じです。キャンプでね、もう秋広選手がすごい注目を浴びてますけど、ちょっと見ていきたいと思います。確か練習試合がどこら辺から始まりましたっけね。まあ最初は、まあ、巨人は2月17日っすね。もう今更感漂う感じですけど、引き分けです。この日は僕もね、もうあんま覚えてないです、こんな日。まあでもね、今更振り返ってもどうすんだって感じですけど、この日はね、まあ、9回裏に湯浅選手、吉川尚輝選手のヒットノーアウト1、2塁からサヨナラのチャンスを生かせなかったのが痛かったっていう感じです。そして18日は1対0でドラゴンズに勝っております。まあ0対0で迎えた7回裏に、北村選手が決勝ホームランって感じですね。まあね、ウィーラー選手とか梶谷選手とか坂本選手調子いいっすね。まあこの後に出てきますけど、そして23日、火曜日、祝日ですね、ヤクルトに、10対5で勝ちましたね。初回大瀬良選手がタイムリーを打って、その裏に内川選手に同点タイムリーを打たれた後に、吉川尚輝選手タイムリー、松原選手スリーランホームランで5対1とする。もうすぐその裏に、あ、そうですね、広岡選手、今は巨人ですけど、広岡選手にホームランを打たれて、青木選手にタイムリー打たれて、山田選手にホームランを打たれて、同点ホームランですね。5対5になったまま。まあ、その後ね、若林選手、北村選手、秋広選手の連続タイムリーで8対5までして、若林選手のタイムリーの後に、8回表に小林選手のセンターへの犠牲フライ。で、まあ、10対5で勝ったって感じですね。すいません、ちょっと時間が長くなりましたけど。そっからしばらく試合が空いて、2月27日土曜日ですね。この日っすよね、初回ね、まあ、梶谷選手がヒットで出た後、坂本選手、丸選手倒れて、ウィーラー選手が先制タイムリーって調子いいっすね。そしてまあ3回に、またウィーラー選手のね、タイムリーツーベースがあったって感じで、でその後梶谷選手持ってね、ウィーラー選手と梶谷選手ほんと調子いいです。では1点返されたんですけど、まあ、北村選手も調子いいですね。タイムリー打って。で、5対1って感じですね。で、次の日は、DeNA2 で、先頭、1回の裏ですね。梶谷選手ツーベース、坂本選手ツーベースの、2連続で、もう1点取るっていういい流れですね。まあ、その後ね、ノーアウト1、2塁を生かせてないですけど。ヨウ・ダイカン選手もね、それなりに調子出てきたって感じっすね。キャッチャーの悪送球で2人帰ってきたりとか、いろいろしてますね。ちょっと僕、あんま見てないっすよ、正直練習試合。見る時間がないっすよ。大城選手もタイムリー打ってますね。伊藤光選手にタイムリー打たれて、まあ、ヨウ・ダイカン選手、石川選手も、2連続ホームランとかっすかね、この試合は。って感じっすね。まあ、というわけでね、3月26日に開幕なんで、皆さん今年もプロ野球を応援していきましょう。というわけで、今日の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。また動画上げるように頑張ります。